ハレルヤ、アメン、おはようございます。音はいかがでしょうか。音はいかがですか。ハレルヤ、いいですか。音はいいですか。はい、じゃあバッチリ、じゃあ始めましょう。ハレルヤ、アメン、明けましておめでとうございます。主にあって明けましておめでとうございます。このお正月には素晴らしい意味があるんです。お正月は新しい時代、新しい世界、新しい、その新しい国という、そういう意味があります。ですから、本当の意味は、本当の意味は、クリスチャンがね、このイエス様によって新しい人生になる、新しい神の国に入るという意味合いがあります。まあ後でゆっくり説明しますけれども、多くの人は、まあ、惰性的に習慣的にお正月を迎えています。ただ1年が変わるから、ね、新しい2012年になるからといってお正月を迎えると思いますが、もっと深い意味があるんだということですね。カレンダーには深い意味がある。で、その深い意味を理解して初めて本当にお正月をお祝いできるんです。クリスマスもそうでしょ。クリスマスお祝いしました。クリスマスもイエス様を信じて初めて意味があるでしょ。イエス様を信じてない人がいくらクリスマスクリスマスって雰囲気は楽しめても、パーティーは楽しめても、あ、どうぞ、そのクリスマスのその意味を知ってですね、おはようございます。おはようございます。よく来てくれました。よく来てくれました。クリスマスの意味を知って初めてクリスマスを心からお祝いできます。お正月もそうですね。お正月の意味を知って初めてお正月のお祝いができるんじゃないでしょうか。ぜひ皆さん、今日は、元旦礼拝です。今日の今年の元旦礼拝は特別な意味があると信じます。大震災の後のその初めてのお正月です。日本に希望が必要です。日本は今こう閉塞感があって行き詰まってると思います。経済も政治もありとあらゆるところが行き詰まっていると思いますが、しかし希望が必要ですよね。お正月というのは、希望をしっかり持つ時ではないでしょうか。去年のことはもう見ないで、去年いろんな苦しいことがあったでしょう、悲しいことがあったでしょう、そういうことを過去を見ないで、前を見るというとても大事ないいチャンスではないでしょうか。皆さんもいろいろ去年苦労ありましたか。苦労ありましたか。誰でもありますよね。誰でもあります。私もありますよ。でも皆さん、その苦労で、ああダメだ、もう嫌なことあったって、それでね、そんな気持ちで来年迎えたらもったいないですよね。やっぱり切り替えて新しい希望を持つ必要があります。でもそのためには切り替える力が必要です。過去を切り捨てる力が必要です。それがイエス・キリストの力です。イエス・キリストの力によって私たちは過去が許され、過去の罪が許され、重荷がなくなって前向きになることができます。罪を持っていたら、ね、罪を持ってたら重くて歩けないんです。傷があったら痛くて歩けないんです。ネガティブになっていたらもうね、希望が持てないんです。イエス・キリストによって重荷が、イエス様が負ってくれて、傷を癒してくれて、手の傷だったらすぐ治るでしょ。心の傷は治んないんですよ。心の傷っていうのはいつまでも持って、もう場合によっては50年、60年、70年、もうおじいさん、おばあさんがですね、10代の時の傷、20代の時の傷で悩んでる人がたくさんいるんです。心の傷って深刻ですよね。そういう心の傷を癒してくれるのがイエス様の愛です。イエス様の愛を受けるならば、あらゆる心の傷が癒されます。皆さんはそれを体験しているわけです。
そして多くの人が体験しなきゃいけないんです。すべての人がイエス様の愛を体験しなきゃいけないんです。アメン。すべての人が、すべての人が、あ、グモーニング、すべての人がイエス様の愛を体験して、そして満たされて、癒されなければならないんです。そういうわけで、チャリちょっとそれ踏まないでね時々切れちゃう。そういうわけで、新しい年を迎えるときに新しい心で迎えるべきです。新しい年を迎えるときに信仰で迎えるべきです。信仰というのは希望です。希望があって初めて新しい年を迎えることができます。希望がない人はもう元旦でも楽しくない、ね、お正月でも楽しくない。希望がなかったらもう勉強したくない、仕事したくない、行きたくないですよね。希望があればね、いろんなことができますよ。アメン。本当の希望、本当の希望、それはイエス様から来るんです。アメン。本当の希望はイエス様から来ます。一言お祈りしましょうね。天のお父様、今リスナーの方がたくさん、聞いてくださっていると信じます。どうぞイエス様、リスナーの方々が、その、新しい希望を今日持つことができますよ。元旦礼拝です。イエス様、新しい年をありがとうございます。生かされていてありがとうございます。あなたの作られたこの世界、美しい世界、その中で、救われて歩めることは何と特権でしょうか。イエス様、まだ私たちは天国に行っていませんが、しかし天国に行く希望を与えてくれました。まだあなたをお会いしていませんけども、神様と会う希望を与えられました。私たちの希望は永遠です。私たちの希望は、いろんなことで、弱められることがあったとしても強い希望を持つことができます。どうぞこれからひととき、兄弟姉妹とともに、礼拝をしますけれども、あなたが豊かに祝福してください。油注ぎを与えてください。良い礼拝ができますように、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。アメン。アメン。それではですね、賛美をします。1番歌います。
番歌いましょう。Yeah.
聖書を朗読します。出エジプト記12、1から8。主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。イスラエルの全会衆に告げて言え、この月の10日に、おのおのその父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。もし家族が羊一頭分より少ないなら、その人はその家の、家のすぐ隣人と人数に応じて一頭と取り、を取り、めいめい食べられる分量に応じて、その羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それが子羊からかヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の
2本の門柱とカモイにそれをつける。その夜その肉を食べる。すなわちそれを火に焼いて種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならない。アメン。アメン。アメン。ありがとうございました。はい。これはイスラエルがエジプトを出る時の話です。パスオーバーですね。パスオーバー。杉越の祭り聞いたことありますか？ないですか？パスオーバーというのは、イスラエルの人たちがエジプトを出るときに、その、こう柱とカモイですね、門柱と柱に、子羊の血で塗るんですね。あの鳥みたいな感じ、鳥、赤い鳥ですね。でその家は災いが過ぎ越すということで過ぎ越しの祭り、パスオーバーですね。で災いが過ぎ越すとその、守られるわけですね。ところがその赤い血を塗ってない家は、その長男ですね、長男がみんな死んじゃうという災いが起きます。パロの子も死にました。これは十字架を表しますね。皆さん分かりますよね。十字架というのは縦の棒と横の棒でしょ、ね、そしてイエス様がそこに使われましたよね。ですからその棒はイエス様の血がつくじゃないですか。アメン、ね、つまり、クリスチャンが、ね、クリスチャンがイエス様を信じると私たちはイエス様の血がつくんです。アメン。イエス様を信じてない人は血がついてないんです。聖霊と言ってもいいかもしれません、ね、聖霊って分かりますか？聖霊、ホーリースピリット、ね、分かりますか？聖霊が、ね、私たちに注がれます。それはイエス様の血がついてるというようなことですね。物理的な血じゃないですね。赤く見えるわけじゃない、霊的な血です。信仰があると私たちはイエス様の血を受けることができます。ですからクリスチャンはこれから来るさまざまな、災いに遭わないということです。このエジプトでモーセがイスラエルの人たちをこう出そうとするとき、パロは止めました。ダメだダメだ。なぜダメだったか分かりますか？それはそのイスラエルの人たちはこういろいろ労働してましたからね。そのまあ、財産だったわけですね。その財産、そうだから、そう欲しいわけですね。それを言ってほしくないわけです。でもモーセはそれを解放しないと災いが起きるよっていうふうに言って、パロといろいろ話をしたんです。でパロはある時はいいよって言ったけど、またダメだね。この世もそういうところがありますね。この世も結局そのお金とか財産が大事で、そっちの方を優先してしまうということを表すと思いますが、しかし、何回か災いが起きてね、そのナイル川が赤くなったり、イナゴが出たり、いろいろありますよね。それから、疫病があったり、で最後の呪いが長子が死ぬということですが、これはイエス様が長子であり、そのイエス様が十字架で死ぬということも暗示しているんだと思いますが、パロはもうギブアップして、もういいと言って、イスラエルをこう解放しました。その時に、杉越の祭りを神様が命じて、ね、まずそのこの月をあなたの月の初めとし、あなた方の年の最初の月とせよと。これが本当のお正月ですよね。これが本当のお正月です。つまりお正月というのは解放される時だということですね。お正月というのはね、エジプトから出てね、この自由の身になるということです。お正月というのは古い世界から新しい世界に行くということです。お正月というのは苦しい、ね、仕事、苦しいその生活から解放されて
楽しい生活になるということです。アメン、アメン。そしてその時に神様はモーセに言いますね、種を入れないパンと種を入れないパンを1週間食べなさいという命令があります。イーストレスブレッドを1週間食べるね、タンライスパンと言いますね。それを1週間食べなさいということですね。これは、どういう意味かというと、イースト菌が入ると膨らみますけれども、その発酵させる時間が必要です。つまり時間がかかります。でもイースト菌がないとすぐ食べれますね。だから急いでエジプトから出るという意味もあります。急いでエジプトから出る、もう発酵している時間がないんだ、すぐに練ってすぐに焼いてすぐに食べなさいという意味があります。それからもう一つ大事な意味は、イエス様こそ種なしパンだということです。イエス様が種なしパンという意味は、罪がないお方ということです。純粋なパン、純粋なパンという意味ですね。そこに罪が入ると膨らむという、その膨らむということは傲慢とか高慢を表します。人間は罪があるでしょ。人間は罪ありますよね。わかります？罪があるから傲慢になるじゃないですか。傲慢ってわかりますか？アローガンス、ね、高慢になったり傲慢になって、そして私たちは高ぶりますね。神様を見下げたり人を見下げたりします。これは、イースト菌が発酵しているということですね。でもイエス様は謙遜です。イエス様は、その罪が全くないお方です。ですからここに、五節を見ると、あなた方は羊は傷のない一切のオスでなければならない。傷がないというのは罪がないということを表します。シミも傷もない、子羊を選びます。それは、イエス様を表します。イエス様の心には罪がないんです。その罪のないお方をの血によって初めて私たちは贖われる、罪が許されるということです。そして、イスラエルの人たちは、エジプトを出て紅海を渡って、そしてアラノに行きます。そして、最初にシナイ山に行って、律法を受けます、ね、律法というのはテンコマンダメントを受けます。これはクリスチャンのモデルです、ね、クリスチャンのモデル。じゃあこのモデルを、この出エジプト記のモデルをどうやってクリスチャンに当てはめるかというと、まずクリスチャンは、ね、この世から出るんです。アメン。この世がエジプトを表します。この世はね、そのお金の世界でしょ、欲の世界、罪の世界でしょ。で、エジプトとは同じですね。そして、モーセはイエス様を表します。ね。モーセが導くんでしょ。モーセが人々を導きますね。つまり私たちもイエス様によって、イエス様によってこの世から導き出されて、この世から出るということです。この世から出るっていうのは日本から出るっていう意味じゃないんですよ。この世から出るというのは、この世のあり方、この世の考え方、この世の生き方から出るということです。そして、イスラエルはアラノに行きましたね。アラノに行きました。紅海を渡ります。紅海を渡ります。これは水のバプテスマを表します。ね。水の中を通って救われるわけでしょ。水の洗礼を受けて救われるという意味です。そして、シナイ山で律法をもらいます。10回。テンコマンダメントもらいます。それは、ちょうどペンテコステの日なんです。で、ペンテコステって聞いたことある？ないかな。ペンテコステっていうのは聖霊をもらうということです。イエス・キリストを信じると聖霊をもらえるんです。ですよね。それが、シナイ山で 10回をもらうということを表しています。つまり聖霊は心の律法です。アメ。非常に順序がぴったしでしょ。クリスチャンのモデルです。ですから私たちクリスチャンはこの世から出て
今神の国にいるんだということです。今私たちは、ある意味ではあの荒野を旅してるかもしれません。じゃあカナンの地はどこかというと天国です。神様の約束の地、ね、プロミスランド、ホーリーランドは天国ですね。わかるでしょ、プロミスランドね、カナンの地、英語でなんていうのかな、プロミスランド、ケナン、ケナンって言いますか、ケイナンね、英語でケイナンって言いますけど、カナンの地と言いますが、今のそのパレスチナ地方ですね、そうそうそう、揉めてる、あそこは確かにね、まだあそこは天国じゃないですよ、あそこは。ただ天国を表しているその旧約の時代の約束の地なんです。本当のカナンは天国です。私たちは将来天国行きます。アメン。天国行きたいでしょ。そこが約束の地ですよ。もうパラダイスですね。でそこに行くまで私たちは今アラノを歩んでるんです。アラノをあのワイルドワイルダネスですか、ウィルダネス、ウィルダネスね、あの荒野を今歩んでます。ですから荒野には何があるんですか、あの肉的なものは何もないでしょ。荒野は何もないんです。ただ水とマナーしかないんですね。今のクリスチャンはね、その肉的に楽しむものはなくて御言葉と水ですねがあるんです。アメン。それで不満を言ってはいけませんよそれでつぶやいてはいけませんよ。私たちには約束された地があるんですから、安息に入ることができます。天国に行くことができます。それまで私たちはしっかり信仰を守る必要があるんです。この世からね、私たちは本当に離れて、この世から離れて清く生きる必要があるんです。この世から離れて罪を犯さない生き方が必要なんです。この世から離れて神と共に生きる必要があるんです。この世には神様いないんです。この世に神様いません。しかしイエス、クリスチャンの中にいるんです。クリスチャンは神様と歩む必要があるんです。そして信仰で歩んでるんです。この私たちの天国に行くまでのこの信仰に価値があるんです。この今私たちはね、まだ目に見てません。神様も見えないし天国も見えません。あの神様の約束は約束だけですね。でもその約束を信仰で信じているんです。その信仰に価値があるんです。神様が評価するのは私たちの信仰です。私たちのこの忠実さ、真面目さが神様喜んです。あなたは私を最後まで信じるのか、あなたは私に最後まで従うのかという、その信仰を神様は喜ぶんです。アメン。ですから皆さん、兄弟姉妹の方々、もう時が近いです、ね、もう終わりの時代と言われています。もうイエス様の再臨が近づいています。再臨ってわかる、わかんない。イエス様はもうすぐ来るんです。イエス様が、2000年前に天に昇りましたけど、また来るって言ってるんですね。それを再臨と言います。イエス様がもうすぐ来ます。いつか分かりません。もうすぐ来ます。楽しみですよ。楽しみでしょ、ね、イエス様が来るなら目でイエス様を見ることができるんです。アメン。イエス様が来たら会いたいでしょ。会いたいですね。信仰というのはイエス・キリストを待ち望むことです。イスラエルの人たちもあのカナンの地を待ち望みました。そこで、本当に神の国を待ち望んだんです。それはクリスチャンが今アラノで、神の国を待ち望んでいることと同じことなんですそういうわけでお正月というのは、ある意味では、そのエジプトから出るという新しい時代、もう本当にエジプトで苦しい重労働するような時代から、もうアラノで、神様と共に生きる、神の教えに生きる、神の教えによって、祝福されるような生き方に変わるという意味があります。またヨシュアがヨルダン川、ね、ジョーダンリバー、ヨルダン川を渡ってカナンに入る時のように、約束の地に入るということも表します。お正月というのは古い時代から新しい時代にステップアップすることです。アメン。
ですからまさにお正月っていうのは信仰なんです。お正月っていうのは信仰なんですね。信仰のある人は、ね、希望が増し加わります、ね、神様が、全てを新しくしてくれる。神様が古いものを全部取ってくれて、過去の嫌なこと、辛いこと、心の傷全部癒してくれて、過去の、ね、本当に、心配事とか恨みとかつらみとか憎しみを全部取ってくれて、新しい心にして、新しい人生にして、新しい日々を与えてくれるのがお正月ですよ。アメン。すごい意味があるでしょ。アメン。そして、繰り返し言いますが、今日は元旦です。ですから元旦礼拝ですね。で、多くの日本人はどこ行ってるんですか。初詣です。神社とかお寺とか行ってますね。行かなくてよかったですね、初詣行かなくて。あ、リスナーの方々も行かなくてよかったですね。この初詣というのはキリスト教的に見ればもちろん偶像崇拝ですね。キリスト教的に見れば良くないんです。日本人として当たり前かもしれないけど、クリスチャンからすれば良くないことです。なぜかというと神様お一人です。アメン。神様お一人です。その神に礼拝するべきです。それはイエス・キリストを通して、イエス・キリストを通して初めてできることです。つまり初詣は教会でするべきです。アメン。私キャンペーン貼ってるんですね。初詣は教会に初詣は教会でっていうキャンペーン貼っておりますね。もうそのうち日本がそういうふうになるんじゃないかと思うんです、日本が初詣を教会で、ね、過ごすようになってほしいと思います。そういう意味で今日はとても大事だと思います。なぜ大事かというと、その大震災の後、日本の偶像崇拝の一番が元旦の初詣ですから、この偶像崇拝の、礼拝に対して真っ向から戦うことができるのは私たちの礼拝です。今日の礼拝はとても大事なんです。今日の礼拝は偶像礼拝に対する戦いの礼拝なんです。わお。わあ。大事な礼拝です。アメ？同じ日なんです。今まではね、日曜日と元旦が違ってたから同じ日じゃなかったです。今日は同じ日なんです。初詣とキリスト教の礼拝が同じ日なんです。とても大事な時なんです。これはチャンスなんです。神様が与えてくれたチャンスです。この、これから、まあ、日本か、なんかサモアが日付変更戦で最初の、元旦になるそうですね。サモアっていう国があるんですよ、南太平洋にね。そこは、以前は、世界で一番最後の国だったんですが、最近最初の国になったそうですね。つまり一番最初に1日になる日です。サモアっていう国が、ね、そうそうそう、フィジーの近くですね。でも日本もどっちかというと早い方ですね。で、アジア、ヨーロッパ、アメリカとだん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 一日がこう流れます。これから一日世界中が礼拝を始めます。日本で10時半で礼拝を始めましたけど、これから、アジア、ヨーロッパ、アメリカと一日かけて礼拝が起きます。ナイジェリアはあと8時間9時間ぐらいで、ね、礼拝がもう始まってる。まだ始まってないね。もうやってる。多分朝早くでしょ今ナイジェリアはね。だから24日からずっとこと礼拝ですよね。そうですか。24日から礼拝、ずっと礼拝ばっかり。わあすごい。ああ、素晴らしい。ですから皆さん、世界の教会が、世界のクリスチャンがこれから一日、元旦礼拝をします。一日24時間元旦礼拝をします。その世界の、ね、礼拝が日本の初詣を打ち破ると信じましょう。日本の初詣を打ち破って、日本に新しいブレイクスルーがあると信じましょう。そのために、今日はとても大事なんです。皆さん来ていただいて一緒に礼拝できることを、嬉しく思います。今日から新しい年ですが、これは特別な年、新しい日本、新しい時代、新しい、こう神様が祝福する年になると信じましょう。
今まで日本はイエス様を拒絶し拒絶し拒絶しイエス様を受け入れない国だったんです。ずっとずっと何千年も、日本はイエス様を受け入れない国だったんですが、まあ時々はリバイバルがありましたけど、たくさんのクリスチャンを殺し、たくさんの、教会を壊してきました、ね、でもこの終わりの時代に神様は日本を選んでくださって、日本を作り変えてくれて、日本が悪魔の支配ではなく悪霊の支配ではなくイエスキリストの支配の国に変えてくれるんです。アメン。それを私たちは知っているんです。そして私たちは祈ることができるんです。そして願うことができるんです。クリスチャンだけがそれを知っているんです。皆さん、希望に満ちてきましたか？自分の人生だけじゃないんです。自分の人生もイエス様によって良くなるけれども、自分の人生だけじゃなくて、日本が良くなる、世界が良くなる、いろんな国が良くなる、そういう時代なんです。去年たくさんの独裁者が死にましたね。キム・ジョンイルも死にました。それからカダフィ大佐も死にました。オサマ・ビンラーディも死にました。たくさんの独裁者が死んだんです。それは何か意味を感じます。神様が今日本世界を変えようとしているのを感じます。神様が日本を変えようとしていることを感じます。わあ、皆さん、私たちは、ね、この世に期待するんじゃなくて神様の働きに期待します。人間の力ではなくて神の力に期待します。アメン。それが希望です。信仰っていうのはそれを信じることです。期待することです。願うことです。神の力を信じることです。神の愛を信じることです。アメン。アメン。ワオ。アメン。日本が、皆さんがイエス様を信じているということは皆さんの勝利です。皆さんは今信仰的に勝利しています。信仰があるから。でも日本も皆さんの信仰によって日本が勝利する時が来るんです。ナイジェリアはもう勝利してるかもしれません。ナイジェリアはクリスチャン多いからね、フィリピンもねクリスチャン多いからもう勝利してる国かもしれません。日本はクリスチャン少ないんです。だから日本はこれから勝利します。ナイジェリアとかフィリピンは先に勝利したかもしれません。日本はこれからです。日本はこれからです。アメン。本当の新しい年を迎えるためには信仰が必要だということです。イエス様の血が必要だということです。イエス様の清い尊い血を塗った家だけが災いを免れるんです。これから災いが増えるでしょう。これから異常気象もあるでしょう。これからもっと地震とか、ね、台風が増えるでしょう。もっと天変地異が起こると聖書に書いてあるんです。でもそのような災いをブレイクする、災いを通り過ぎる、パスオーバーするためにはイエス様の血が必要なんです。アメン。ぜひ皆さん、災いを受ける、新しい年ではなくて祝福される新しい年を迎えようではないでしょうか。皆さんの信仰が必要です。皆さんの祈りが必要です。アメン。今日はその最初の年で、最初の日です。2012年の最初の日です。新しい心、新しい信仰を持って始めませんか？アメン。アメン。ハレルヤ。アメン。ジェフリー。Praise the Lord. 主を褒めよう。Praise the Lord. 主を褒めよう。The Lord is good. 主は良い方、all the time って言うんですよ。All the time。All the time って。All the time。All the time? The Lord is good. Lord is good. Praise the Lord! 主を褒めよう。Today is great. 今日は素晴らしい。Today is the beginning of 2012. 今日は2012年の最初の日です。
I told my listeners last year that this year is a great year. 去年皆さんに言いましたでしょ、こと2012年は素晴らしくなると。I said it's a special year that the Lord has packaged for His children. もう2012年はもうその、その兄弟姉妹にこのパッケージした特別なプレゼントなんです。It's a year that all your expectation shall come to pass. Competition. All our expectation. Expectation.今年は思い通りになるような年になります。期待通りの年になります。 It's a year that whatever you want, the Lord will do it for you. 今までその主がしてほしいことをできた年がありましたかっていうことですか。 It's a year that the Lord has really, really packaged for His children.神の子供たちに用意された包み、贈り物です。Praise the Lord. 主を褒めよう。My viewers, are you all happy today? リスナーの方々、幸せですか? Are you all happy today? 今日はハッピーですか? I know you are happy. 皆さんがハッピーだと知っています。I'm happy too. 私も幸せですよ。Praise the Lord. 主を褒めよう。Today's message 今日のメッセージは? is receive and enjoy the blessingOf the Lord Jesus Christ for 2012. 今日は2010年にその喜びのある祝福されたプレゼントを受け取るというメッセージです。We are going to enjoy His blessing. 私たちはその祝福を喜ぶようになってます。We are going to benefit His favor. Favor. Favor, yeah. その神様の恵みの祝福を受け取ることができます。We are going to enjoy His gift. 私たちは贈り物を喜ぶことができます。We are going to receive more and more blessing from Him. もう彼からもっともっと祝福を受けることができるんです。Just ask. ただ求めればいいんです。Just ask. ただ求めればいいんです。This 2012, just ask anything from God.もう2012年、ただただ主に向かって求めればいいんです。When you ask, もし皆さんが求めれば、the result will be positive. もうその結果はもう何でもあるんです。Praise the Lord. 主を褒めよう。Praise the Lord. 主を褒めよう。Because this year is a year that I so much believe that God wants to bless His children.もう今年はですね、神様がですね、神の子供たちを祝福したい、祝福したいということを思っている年なんです。Let's be rejoicing. ですから、喜びましょう。Let's be happy. もう、ハッピーになりましょう。Let's enjoy what God has given unto us in 2012. もう、2012年に神様が与えてくれるその祝福を喜ぼうではないですか。You don't have to worry about anything. もう何も心配しなくて。All your worries are over. もう全ての憂いは終わったんです。All your problems are over. もう全ての問題は終わったんです。All your troubles are over. もう全ての困難苦しみは終わったんです。This 2012 2012年は is a higher level for us. もう高いレベルに行くべきです。This 20122012年は is a level that is going to be more and more higher. もっともっともっと高いレベルに行くべきです。Praise the Lord. 主を褒めよう。Praise the Lord. 主を褒めよう。Let's rejoice because the Lord has done it for us this 2012. もう主がされることを2012年喜んで喜びましょう。Let's be happy because God has really, really do it and done everything for us in 2012.もう2012年に主がされるさまざまなことに対してもう本当に幸せになりましょう。Embrace God's favor now. もう今、皆さんを抱きかかえています。Receive God's blessings now. もう祝福を受け取りましょう。God has given unto us. 私たちに与えてくれるものを。God has provided for us in this 2012. もう神様がこう与えてくれるんです。Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. He will never fail and He can never fail you. もう
神様は失敗する方じゃないので、皆さんに対しても失敗しません。He is the one yesterday, today, and forever. イエス様は昨日も今日もいつまでも変わらない方です。Praise the Lord. 主を褒めよう。Praise the Lord. 主を褒めよう。Be blessed in 2012. もう本当に祝福されてください。Praise the Lord. 主を褒めよう。アメン。I surrender, I surrender. これみんなと一緒に歌うんですよ。I surrender, I surrender unto Jesus, blessed Savior. I surrender, I surrender. Over again.I surrender, I surrender, I surrender, I surrender unto Jesus, blessed Savior, I surrender.Praise the Lord! Praise the Lord! レスナーの方、この曲っていう意味が今おすすめをします。ですね、キューネって多分皆さん、Can I speak English? I think it's much ティアップにしてもらいたい。あ、本当？ OK、英語。さっきアスさんが言われたように、キューネいろんなこと、Sorry. Like my pastor said so a few minutes ago, we had so much just went by last year. So much happened and so many things happened in this year. 私が言ったように去年いろんなことがありましたよね。 Yeah. So and we all as a human being, we just sit and watch. We cannot do nothing. まあ私たち人間ですから私たちは何もできないんですよね。But we tried to do something, but we could not do nothing. まあなんかしようと思ってもなかなかなんかできないんです。It was not a shock. それはショックですよね。It was not a shock. あ、それはショックじゃないですね。Why? Because we human beings, that's the limitation we can do. まあ私たちはなんかすることに制限があるんです、人間は。So that's why it's a proof beyond that. We human being, we need to look up to somebody. 私たちは誰かを見上げる必要があるからです。So that's why we need to ask ourselves, who is the person that we need to look up to? もう私たちは誰を見上げなきゃいけないんでしょうか。I remember after the March 11 Fukushima problem. 私はあの3月11日の福島のその災害を思い出します。So I think I traveled home. 私はあの、I went home. I went home. 家にいました。No, no. I went. I traveled back home. Yeah. 私はすぐに戻りました。So after the incident. あ、その、その災害があってすぐに家に戻りました。So, but during this time, I was asking myself, why is all this happening? 私は自分に聞きました。なぜこれが起きたか。Then I cannot find no answer. しかし答えが分からなかったんです。But as the year goes by, しかし、その一年過ぎて、then I begin to understand why it was happening. 今分かってきたんです。So what I'm going to tell all the viewers over there and the Japanese community and the Japanese society. 今その日本の社会とかコミュニティは、the Japanese people too, they will understand that it.They can also understand my own view, my own point of view. まあそれぞれ皆さんがその自分のその思いを持って、その災害を感じていると思うんですが。Because it's a sign. しかしこれは印なんです。The sign means it's not for the Japanese alone, it's for the whole worldwide world. Whole wide. It's also for the whole world.世界中に対する、日本だけじゃなくて世界中に対する印でもあるんです。Yes.
Because the Lord, it gives a sign in Japan as in Asia. 主は、その日本、アジアに印を与えています。I'm going to give you an example. 例えば In Japan, we had 3.11.11, which is Fukushima earthquake. 3月11日に、大地震がありました。Okay. Then we move over to Middle East. その中東に行きました。Then we have the problem with Iraq, Iran, the same time with with problem with Iran, Iraq, and so also let's say the Middle East. 中東ではそのイラン、イラクの問題がありますよね。Then also we move over to Africa. 今度アフリカに行きますと。So we have the Libya, we have the Tunisia, we have the Egypt problem.チュニジア、リビア、エジプトに問題がありましたね。Then all the same again, we move over to Europe. 今度ヨーロッパに行きますと。But the Europeans, as God-loving people like I could say,、そのヨーロッパは、as the Europeans, they are the God-loving people too, but... まあ、ヨーロッパは愛されている人々ではあるけれども。But there is, they losing the foresight, they drifting.Drifting. That is, 神様から少し離れてきて。ああ、そのヨーロッパのはその信仰から離れ、神様から離れてきました。So that's why God has to give them a sign that, hey, listen. ですから神様はヨーロッパの人たちに印を与えて聞きなさいと言ってるんです。That's why you can see the economical problem in Europe is a sign. そのヨーロッパの経済の危機はこれは印なんです。It's a sign. 印なんです。You know,to build up economy. この、経済的な側面は It takes time to build up economy. You don't do it by yourself. God gives you the roadmap on how to build your economy. これはですね、神様のこう計画なんです。神様の計画。But when you lose your foresight, when you drifting away from the God, from your God, you lose your track.もし神様から離れるとですね、その見えなくなっちゃうんです。見えなくなっちゃう。That's what is happening to Europe. それが今ヨーロッパの出来事なんです。Okay, we move over to America. 今度アメリカに行きましょう。Same problem, economical problem. もうその同じように経済的な問題がありますよね。So, and when you look at the whole world and try to picture what is happening, it means we, as a human being, we don't have no power of our own.もうこう世界を見ると同じような問題ですが、結局のところ人間には何もできないということを神様は教えてるんです。So that's why I had the song I Surrender All. ですから私は I Surrender All っていうのは私は降伏しますという歌なんですが、それを歌いました。So we give everything to the Lord. 神様に surrender します。そう、神様に委ねて降伏しますという歌ですね。For the very moment you surrender everything to your Lord.もう本当にすべてのことを神様にこの降伏するときじゃないですか。You are a free man. あなた方は自由な人です。You are a free man. あなた方は自由な人です。You become so light. その思い軽くなる。ああ、軽くなります。And your road is clear. 主は清い方です。You become a visionary. 皆さんは、ビジョンを持つものです。And you have a future. 皆さん将来を持ってるんです。That's why I'm telling everyone back there. 今日皆さんに言いたいんです。You need to surrender your problems. 皆さんは問題を主に明け渡す必要があるんです。The very moment you give up to the Lord. もうすべて主に明け渡す必要があるんです。It's all over. もうすべてです。So I surrender all. それを私は I surrender all. One more time. いつも。One more time. I surrender all unto Jesus, blessed Savior.
I surrender unto Jesus, bless the Savior. I surrender. Amen. そうですね。本当に今私も思わされました。もう神様は今印を与えて、すべての人に、この主を信じて悔い改めて、明け渡すように、神様は言われています。皆さん、この2012年、主にすべてを明け渡しますか？主に自分の人生、自分の命、すべてを主に明け渡しますか？自分の力ではなく、ね、人間の力ではなく、イエス様の力に明け渡しますか？アメン。アメン。ハレルヤ。アメン。まだ、ごめんなさい、まだもうちょっと待ってね、ごめんね。生産式はまさに、杉越の祭りのことなんですね。つまりこれが種なしパンです。これ種なしパンですね。ここに穴が開いてますね。これはイエス様の、釘の跡と茨の跡と槍の跡を表します。それからこうシワシワシワってなってますでしょ。シワがあるでしょ。これは鞭の跡を表しますね。イエス様が十字架でこの傷ついたことを表します。ですからこれは種なしパンですね。こう膨らんでないでしょ。膨らんでない。これはイエス様を表します。イエス様の体、イエス様の肉、そしてイエス様の御言葉を表します。私たちは信仰でこの契約です。契約、私たちはイエスキリストを信じる、イエスキリストに従う、イエス様のその十字架の贖いを受け取るという契約です。アメ。このイエス様との契約が一番大事な契約です。アメ。イエス様と契約をすることです。この契約をするというのは、その鴨居に血を塗って災いが過ぎ越すということでもあるんです。ですから、これから災いが起きますね。世界にいろんな災いがもっともっと起きるでしょう。その災いを過ぎ越すためにはイエス様の血が必要だという、イエス様の契約が必要だということですね。新しい年を、ね、もう本当に祝福されるためにはイエス様の血が必要なんだということ。呪いではなく、災いではなく、祝福が欲しいですよね。祝福欲しいですね。イエス様の、との契約が必要だということです。アメン。天のお父様、今とても大事な時期です。日本が救われ、世界が救われる時です。どうぞ、このような時に、元旦礼拝ができたことを本当に感謝します。私たちの礼拝があなたの勝利を日本に、引いてくると信じます。私たちの信仰が神に喜ばれ、神の祝福が日本に訪れると信じます。私たちの祈りが日本に聖霊の雨を降らせると信じます。どうぞ大胆に御言葉を語らせてください。大胆に信仰を表明することができますよ。
日本中の世界中の教会が元旦礼拝を、しようとしています。この礼拝を祝福してください。受け取ってください。新しい時代が始まると信じます。イエス・キリストを信じる者が太陽のように輝き、星々のように輝く時が来ると信じます。イエス・キリストを信じる者が神の国で働き、多くの良い技をする時が来ると信じます。どうぞイエス様、クリスチャンたちを励ましてください。教会を励ましてください。この少数派で、少ないクリスチャンかもしれません。でも人数ではありません。あなたがおられるかどうか、あなたが働くかどうかです。イエス様、働いてください。この日本で働いてください。私たちの中で働いてください。あなたの御そばでいます。あなたに使えます。あなたにすべて明け渡します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。イエス様が流された地、尊い地です。私たちは、この血を飲みますが、私たちは、それによって、清くされた。私たちが立派なことをしたから許されるのではありません。信仰によってイエス様の血を受けるからです。この血を受ける者は誰でも罪が許され、この血を受ける者は誰でも、災いを吸い越すことができます。イエス様、どうぞ多くの人がイエス・キリストを信じて災いを吸い越すことができますように。新しいその時代を生き延びることができますように。イエス様、私たちは今年何があるか分かりません。あなたの御心を行ってください。災いも起きるかもしれません。しかし私たちはあなたの恵みを期待します。祝福を期待します。単なるこの世的な祝福ではありません。霊的な祝福を期待します。日本の救い、世界の救い、イスラエルの救い、北朝鮮の救いを心から祈ります。主よ、私たちに祈る力をください。あなたの御心を知る力をください。あなたと共に働きたいのです。あなたに仕えたいのです。あなたの御心に沿っていきたいのです。イエス様、今日集まっている兄弟姉妹を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。皆さん、ぜひですね、その私たちはそういう信仰的な喜びを持ちましょう。主に期待してますからね。主が何かしてくださるという意味で喜びましょう、ね、世の中で何かがある、こういうことがある、ね、何かこう人気のある歌手がいるとか、何かこの世的に素晴らしいことがあるとか、そういうことで喜ぶのではありません。私たちの喜びは、イエス様の働きを喜ぶんです。信仰的な喜びを持つんです。そして、私たちが一緒に喜べる兄弟姉妹がいることを、喜びましょう。そして、皆さん、その日本が確実に変わっているということを喜びましょう。
礼拝はこれで終わりますけれども、しかし、戦いは続きます。初詣が続くでしょう。ぜひ皆さん、家に帰ってもですね、祈ってくださいね。家に帰っても、この熱い思いを消さないでくださいね。むしろ帰って、さらに熱く燃えて、信仰で燃えて、ね、神様を喜ばせようではないでしょうか。アメン。ぜひ、日曜日集まってですね、本当に戦っていきましょう。戦いはこれからです。戦いはこれからです。でもイエス様がもうすでに十字架で勝利しましたから、私たちも必ず勝利します。信じる者は勝利者です。従う者は勝利者です。勝利者として歩みましょう。アメン。ハレルヤ。ありがとうございました。アメン。ちょっと話しててください。She wants to speak in English. はい、ありがとうございました。本当に、皆さんと一緒に元旦礼拝が、遅れたこと本当に、嬉しいです。明日また7時、から伝道部屋ありますので、またお会いしましょう。ありがとうございました。シャローン、シャローン、シャロー、アメン、アメン。